50万枚の大ヒット曲「涙の太陽」で70年代の歌謡界に彗星のごとく現れ、小麦色の肌の抜群のルックスとお色気で大ブレイク。日本中の男たちのハートを根こそぎかっさらった歌手の安西まりやさん。最近は姿を見かけませんが、どうしているのか気になって調べてみることに。本名は柴崎真理子。1953年12月16日生まれ。身長は158センチ、血液型 A 型。東京都のご出身で、最終学歴は大東学園高等学校卒業。父親は航空会社のエリートサラリーマンでしたが、その父親は実の父親ではなかったそうです。母親は日本とドイツのハーフでした。シングルマザーで出産して育てていた母親が、幼い頃に再婚したのが現在の父親なのだとか。安西さんが芸能界に入ったきっかけは、高校を卒業後に銀座のクラブの徳大寺で働いていたところをスカウトされたということですが、ちなみにその徳大寺というクラブからは小川ローサさんや吹雪純さん、中村雅俊さんの妻の五十嵐純子さんもデビューしている芸能界への登竜門のようなクラブだったようです。外見だけで売れっ子になるとは限らないとはいえ、安西さんがえりすぐりのホステスの中でも目立っていたのは想像に難くありません。デビュー時のキャッチはチョコレートマリアで、1973年に出したエミー・ジャクソンのカバー曲の涙の太陽で歌手デビューすると、当時のアイドルとしては異色の小麦色の肌と抜群のスタイルと歌唱力でいきなり50万枚以上売り上げ大ブレイク。昭和48年度の第15回日本レコード大賞の優秀新人賞を受賞しています。ちなみにこの時の最優秀新人賞の候補は5人で、安西まりやさんの他にはアグネスチャンさんや浅田美代子さん、桜田淳子さんと阿部静江さんでした。最優秀新人賞は私の青い鳥の桜田淳子さんが受賞しましたが、安西さんが期待の存在だったのは間違いありません。その後も歌手の他に人気ドラマ「バーディー大作戦」や映画「暴力教室」など役者としても注目を浴びただけでなく、アイドルには珍しい大人の色気でグラビアでも大活躍してスターダムを駆け上がった安西さん。しかし何の前触れもなく突然世間を揺るがす事件を起こしたのです。当然マスコミの格好の餌食となり、後に芸能界の闇を暴露することになった失踪事件でした。新曲のレコーディングをすっぽかして安西さんとマネージャーが一緒に失踪したというこの事件は恋の逃避行と騒がれてしまいますが、何かきな臭さが漂っていたのも事実でした。当初社長に脅かされたという安西さんに対し、マネージャーと深い関係になり会社の金を使い込んだと主張する社長。しかし失踪後2週間経ってから社長から暴行や強要を受けたと安西さんの母親が被害届を出したことで様相は一変。単なる愛の逃避行としてではなく、社長によるタレント恐喝事件としてワイドショーを賑わせるようになります。そもそもこの事件の発端は安西さん本人不在で進められた移籍話がトラブルの発端でした。その頃芸能界に嫌気がさしていた安西さんは遅刻したりもしていたそうで、激怒した社長が安西さんと母親を呼び出して給料を半減すると言って脅した上にマネージャーを暴行したということです。安西さんは身の危険を感じ姿を消したというのが真相だったようです。ちなみにこの社長はまさに反社の人として業界でも恐れられていた人物でした。結局社長は逮捕されて暴行脅迫罪で懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決を受けて
事務所は解散してしまいます。しかし被害者の安西さんのダメージも大きく、芸能界を去らざるを得なくなり、騒ぎの発端となったマネージャーとも破局して、密かにクリーニング店で働いたりしたそうです。渦中の人となった安西さん、外に出ることも難しくなったため、ハワイに移住を決断します。1983年にはデビュー当時のマネージャーと結婚し、息子一人を設けますが、32歳の時に離婚。離婚の原因はなんと元夫の DV だったそうです。この元夫も業界では粗暴な男として知れ渡っていたそうです。なぜこんな男とばかり縁ができるのか、不思議でならないのが正直な感想です。2000年頃にひっそりと帰国した安西さん、千葉に住む両親のもとに身を寄せて、ジュエリーの発表やライブハウスでの活動と、六本木でスナックを経営しながら芸能界からは離れて過ごしていたのですが、2013年にあるテレビ番組でアルコール依存症となってうつ病を発症していたことを告白した安西さん、なぜそんなことになったのでしょうか。それには父親が亡くなってしまったことや母親が認知症になってしまったことが関係していたと告白しています。しかし一時は灼熱の恋人と呼ばれたトップアイドルだった安西さんが、なぜボロボロになりながらも懸命に頑張ってきたのかというと、こんな事情があったからだと言います。実はハワイで生まれた長男には知的障害があったそうで、安西さんはいつも口癖のように、この子を置いて死ねないと言っていたそうです。ですからどんなことがあってもこの子だけは守りたいと強く願っていたことは確かなのです。その上に母親の認知症が発覚したわけですから、限界を超えてしまったのはどうしようもなかったのかもしれませんね。それでも家族のために2006年にリリースした自主版夏はケセラセラを引っ提げて全国でライブ活動を行ったり、2013年には還暦ヘアヌード写真集を出版、夏メロ番組で歌ったりと、徐々に芸能界への復帰をしていた矢先に、またしても悲劇が襲うことに。2014年2月20日午後8時30分ごろ、自宅で心臓に痛みを訴えて自ら119番へ通報した安西さん、その後救急隊が駆けつけた時にはすでに無呼吸状態で意識はなかったそうです。その時救急隊の目に飛び込んできたのは、動かなくなった母親の横でガタガタと震えるだけの長男の姿だったそうです。胸を締め付けられる気がします。急性心筋梗塞と診断され ICU で治療を受けていた安西さん、もう回復の見込みすらなく、医者に言われて彼女の叔父が人工呼吸器を外す決断をします。その時奇跡が起こったのです。安西さんが自発呼吸するようになったのだとか、この子を残していけない、まさにその母の強い思いが奇跡を起こしたのかもしれません。しかしその後も意識は戻らぬまま、2014年3月15日とうとう安西さんは60歳という若さで力尽きてしまったのです。当時30歳だった息子さんを残しての旅立ちはさぞかし心残りだったに違いありません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？華やかな芸能界の住人だった彼女、一瞬にしてその全てを奪われてもなお愛する息子さんのために懸命に生き抜こうとしたその姿に、心から尊敬と哀悼の意を捧げずにいられません。どうか安らかに